エタ・ジェームズは、アメリカ合衆国のブルース、R&B シンガー。出生時の名前は、ジェイム・セッタ・ホーキンズ。60年代から70年代にかけて、チェスレコードに在籍し、テル・ママなど多くのヒットを生んだ。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第22位。1938年1月25日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、 アフリカ系アメリカ人の母親の元に生まれ、祖父母に育てられた。幼い頃からバプテスト教会に通い、ゴスペルの合唱団に所属していた。12歳の頃、母親と共にサンフランシスコ移住したエタは、間もなく友人の女性二人とボーカルグループを結成。彼女が14歳の時、このグループはバンドリーダーとして、有名なジョニー・オーティスを彼のライブの後ホテルの部屋へ、訪ね、 その場でオーディションを受ける。この時歌ったのが、ハンクバラードザ・ミッドナイターズのワーク・ウィズ・メ・アニーのアンサー・ソングという位置づけのロール・ウィズ・メ・ヘンリーだった。オーティスはこの曲を気に入り、彼の口利きで、エタはロサンゼルスのモダン、レコードと契約することとなった。1五十四年、同レーベルでの初セッションでこの曲をレコーディングしたが、曲名は性的なものを連想させるという理由から、 ザ・ウォール・フラワーへと変更された。この曲は、翌1955年にリリースされ、R&B チャートのトップを記録する。モダンからは、このタグッドロッキンダディというヒットも生まれた。1960年、チェスレコードと契約。ここでは、レーベルが倒産する1976年までの、長きにわたって在籍し、エタは、キャリアの中で最大の成功を収めることとなった。初期は、 同レベル参加のアーゴからレコードをリリースした。AT ラストは R&B チャート2位を記録するヒットとなり、彼女の代表曲の一つとなった。この曲に象徴されるように、当時のエタはポップス色を売りにしていた感があるが、1964年のライブアルバムロックス・ザ・ハウスで荒々しくブルースをシャウトする一面も見せている。また、このアーゴ時代には当時ムーン・グローズのメンバーだった。 ハービー・フークワとのデュオでも、If, I Can't Have You などの楽曲を残した。チェス中期になると、同じくレーベル参加のカデットへ移り、マッスル・ショールズのフェームスタジオでレコーディングされた、テルママ、アイドラザー・ゴー・ブラインドなどのソウル色のナンバーをリリースした。チェスの倒産後は、MCA、ファンタジーなど、複数のレーベルから作品を出し続けるものの、彼女のキャリアの中では、印象が薄い。 しかしながら、1988年のセブンイヤーイッチあたりから、再びじわじわと存在感を示すようになった。1992年のザ・ライト・タイムでは、元アトランティックレコードのプロデューサー、ジェリー・ウェクスラーを迎え、力強い R&B サウンドを披露。一方、続くミステリー・レディーでは、一点ジャジーなムードで、ビリー・ホリデーのナンバーを歌うという懐の深さを見せた。同作では、 グラミーのベストジャズボーカル賞を受賞。以後2003年、2004年にもブルース部門で受賞している。1993年にはロックの殿堂入りも果たした。1990年撮影順調に作品のリリースを重ねたエタだったが、キャリアの初期の段階から麻薬中毒と戦ってきたことは広く知られている。また90年代以降、極度な肥満にも悩まされた。自ら歩くことも、 ままならない状態となり、ステージにも電動カートに乗って登場するようになった。2003年、エタは治療のためのバイパス手術を受け、90キロ以上の減量に成功した。その後もブルース・トゥー・ザ・ボーン、オール・ザ・ウェイトアルバムをリリース。2008年12月に全米で公開されたチェスレコードを題材にした映画、キャデラックレコード音楽でアメリカを変えた人々の物語では、 エタヤコビヨンセが演じている。1992年に東京ドームで開催されたプレイボーイジャズフェスティバル出演のために日本を訪れた。2011年1月、エタの体調が悪化し、夫が彼女の資産を管理下に置くために法的手続きに入っていることが伝えられた。報道によると、エタは認知症が進行し、白血病も患っているとされた。同年8月には、 死亡が伝えられたものの誤報と判明。2011年10月、エタはシンプザ・ドリーマーをリリース。この作品をもって引退することを表明した。2012年1月20日、病気療養中だったエタは74歳の誕生日を目前にしてカリフォルニア州リバーサイドの病院で亡くなった。マネージャーによると、死因は白血病の合併症だった。ありがとうございます。